かんばみちこ、かんばみちこ、かんばみちこ、1937年11月8日から1960年6月15日は、学生運動家。安保闘争で死亡した東京大学の女子学生である。祖,祖父は、鳥取県出身の数学者、かんばまっさただ。父は、社会学者のかんばとしお。東京都北多摩郡武蔵野町、現、武蔵野市に生まれた。 二人の兄がいる。中学から、父の神戸大学赴任に伴い、兵庫県芦屋市に移る。芦屋市立山市中学校、兵庫県立神戸高等学校を卒業後、一浪して、東京の県数学館、お茶の水校へ通ったが、授業に満足できず、6月に、航路外語予備校に移ったが、午前中だけの授業に飽き足らず、2学期から、寸大予備学校に移る。 1957年に東京大学文科2類、現在の文科3類に入学、同級生には歴史学者の長崎陽子などがいる。1957年11月の誕生日に日本共産党に入党した。その後共産主義者同盟、文都の活動家、初期局員として1960年の安保闘争に参加する。高木正幸はカバが 文と創設以来の活動家であったことを辞書で紹介している。76名が検挙された1960年1月26日の全学連羽田空港選挙事件の時に東京大学文学部自治会副委員長として参加試験拠で拘置所に入ったことがあるが、この時は不起訴処分となっていた。同年6月15日のデモで全学連主流派が衆議院南通用門から 国会に突入して警官隊と衝突した際に死亡した。死亡当日は淡いクリーム色のカーディガンに白のブラウス、濃紺のスラックス姿だった。カバは学者を目指して徳川義信に関する卒論に取り組んでおり、事件当日には所属していた国史研究室の先輩にあたる伊藤隆当時修士二回生と卒論の準備は進んでいるか今日を最後にすから。 デモに行かせてほしい。じゃあ、それが終わったら、卒論について話をしようという会話を交わしていた。母、講師による、移行集、人知れず、微笑まん、1960年図書館集、友へ、神菅馬道子の手紙がある。また雑誌、マドモアゼルが、生前の神馬道子に、最後のインタビューを行った。講師は、デモに向かう道子に対して、警官を憎んではいけない。 自分たちよりも条件の悪い、貧しい育ちの青年が多い。その人たちを敵と思ってはいけないと佐藤したと、鶴見俊介が元、朝日ジャーナル編集部員である、村上義夫のインタビューで語っている。警察病院の研修では、死因は、胸部圧迫及び頭部内出血となっている。これについて、警察側は、転倒が原因の圧死と主張し、学生側は、 機動隊の暴行による死亡と主張した。落合信彦は著者の中でソ連 KGB によるカバを標的に殺害したとする暴力工作の経緯を詳しく述べている。この事件はラジオでも実況中継され看板道子の死は多くの人に衝撃を与えることとなった。1960年6月17日に在京マスメディア7社は共同宣言を発表し、その中で 学生らのデモを暴力であるとして、暴力を排除し、議会主義を守らなければならないと述べた。カバの死因について、山本夏彦はコラムで以下のように述べている。注力した部分は、山崎弘明の死因について触れた部分である。当時、全学連主流派と対立していた日本共産党は、カバの死に際して、カンバ道子さん、共産主義者同盟の指導文子の死は、 関係の虐殺という側面とトロツキスとカンバさんへの批判を混同して背景。カンバさんの死には全学連主流派の冒険主義にも責任があると述べ、政府、警察と全学連側の行動の双方を非難した。日中友好協会幹部であった橋爪敏次は中国側に対して日本海を越えた日本での問題の評価は私たちが決める問題です。 特にカンバさんは本人やご家族にとっては気の毒な結果になったが運動の会となる過激分子の中で起こった問題であって民族英雄とは言えないと抗議した。毛沢東はカバの死についてカンバチ子は全世界にその名を知られる日本の民族的英雄になったと述べた。保坂正康によるとカバの死に対し中国からカンパが寄せられた当時の日本円で 約一、霊園が、日本共産党が、全額支柱に収め、これは、全英政党に送られたものと主張した。揉めた挙句に救援会が作られたが、カバの霊前に備えられた公伝はわずかに5万円で、あったという。これに対し、日本共産党は、我が党はこういう公伝の扱いは、全くやっていない、はずべき、デマと否定している。松本健一によれば、右翼活動家。 歌人でもある影山正春は日米安保に反対する立場からカバの死についてカンバ道子さんの死に対しては心から哀悼の言葉を述べたい。私は彼女こそ日本のために亡くなった愛国者だと思う。こういう人が私たち右翼陣営から出なかったことを残念に思う、と評した。石原慎太郎はカバの死について雑誌展望に寄稿した際、 自分で自分を踏み殺した、女子学生と表現したところ、その論旨にいかにも共鳴したと言っていた編集者が、この言い回しだけはどうしても抵抗を感じると言い出した。石原は譲らずに通したが、出来上がった雑誌にはこの部分が削除されていたことを、回想している。なお、いくつかの文献では、カバが活動家であったことを記述せず、単に女子学生、女子東大生としか記していない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。